ガーバーマーク2は、ガーバーレジェンダリーブレード社が設計した、戦闘用ナイフである。1967年から2000年まで製造され、2002年に35周年、記念モデルとして1500本が追加で製造された。また2008年7月現在、生産を再開している。アメリカ陸軍退役隊員、バドホールズマンによって古代ローマ時代の、 マインツ型グラディウスをモデルに設計された。マーク2は16.5センチメートルのくびれた槍のようなモロ刃を有し、第二次世界大戦中にブリティッシュコマンドスのために開発されたフェアバーン、サイクス戦闘ナイフに似通った特徴的な柄を持つ。ベトナム戦争でアメリカ軍によって使用され、評判はカ・バーナイフの次に良好だった。 ノンフィクションの殺人手引書として出版され、後に実際の殺人にも使われ、物議を醸したパラディンプレス社の書籍、ヒットマン、エーテクニカルマニュアルー・インディペンデント・コントラクターズでは、マーク2の使用が推奨されていた。ベトナム戦争の間、最初に生産されたマーク2には、鞘からの抜き差しを容易にし、またフェンシングのフルーレと似た握り方をするためがと刃の、 間にほ度の角度が設けられていた。しかしこの機構はユーザーから曲がった派と認識され、多数が返品されたため、ガーバー社は以降の生産からこの機構を排除した。後に限定生産された1986年の20周年、記念モデルは角度をつけて復刻されている。1970年代には、軍の基地及び駐屯地の売店で、マーク2は好みと合わない。 残虐すぎるなどの理由で販売されなくなった。ナイフ設計者として、ガーバーで働いていたアルフレッド・クラーク・マーは、柄の付近に挙手を取り付け、サバイバルエイドとして、基地の売店でアピールし、戦闘用ナイフとしてよりはむしろ、サバイバルナイフとしての販売を再開した。戦闘用以外にも、狩猟時の止め用のナイフとしても使用されている。 初期には少数のダイバーズナイフモデルも存在する。限定モデルとして新中製のヒルトとウッドハンドルを持つプレゼンテーションモデルや刀身にベトナム戦争時代のアメリカ4軍のイラストをプリントし柄にバッジを取り付けたベトナム戦争記念モデルが存在する。柄は当初は通称 キャッツタングと呼ばれるアルミ製の柄にステンレス鋼を吹き付けて樹脂で接着したものであったが、後にアーモハイドという名称で知られている樹脂の吹き付け加工のグレーハンドルに変更され、1980年代に黒色のアルマイト加工されたものに変更された。刀身に使用する鋼材も初期は L6 鉱加工であったが、1980年代にアルマイト柄のモデルから440。 シーステンレスコーへ変更され、2002年の35周年、記念モデルでは 154CM ステンレスコー、2008年以降のモデルは 420HC ステンレスコーを使用している。初期のモデルは使用する鋼材と刃の形状により、ダガーとしては高い切れ味を持つ。初期モデルに付属していたシースは革製であったが、高温多湿なベトナムで使用するには、 貧弱な作りであり劣化しやすいことが難点であった。1980年代以降の 440C モデルには頑丈なナイロン製シースが付属していた。ガーバー社はマーク I として知られているマーク2の小型版を製造した。マーク I は 12cm の刃を有し、ブーツナイフとして販売された。兄弟的なモデルとして刃を片側のみにしたコマンド2やコマンド1も販売されている。 ありがとうございます。